こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F-35A 戦闘機の配備が日本も進んでいる中、また違った方向性での任務のあり方も出てきた。それは、大規空 F-35A ステルス戦闘機の能力を理解した上での任務となる。ステルス性を最大限かつ可視かつ高性能光学センサーシステムを使った情報収集だ。これは以前から言われていたことで、旧世代の戦闘機とははるかに高性能だ。では、今回、光学センサーシステムの話をしていこう。日本の領空を24時間体制で監視している航空自衛隊では、全国を7カ所の基地でカバーし、領空侵犯を犯す恐れのある他国の航空機に対し、スクランブルと呼ばれる緊急発進を常時実施している。こうしたスクランブルは、従来、航空自衛隊の F-4EJ や F-15J、F-2 などの戦闘機がまず急行する役割を担ってきたが、今後は主力戦闘機となる。F-35A ライトニングにも同任務に就くと予想される。航空自衛隊のスクランブルは、その命令下令後5分以内に、2機が常時離陸可能な体制を敷いており、領空侵犯機に対する必要な措置を施すべく、自衛隊法84条に基づいた運用が行われている。第二次世界大戦後、米ソの冷戦構造などを反映して、長らくの間は、旧ソ連、現ロシアの航空機に対してのスクランブルが多数を占めていたが、平成27年度以降は、半数以上が中国機に対するものに変化している。この傾向は、中国軍の軍備の拡張から、今後も一層強まるものと見られているが、前述のように F-35A ライトニング2が同任務に従事することになれば、飛躍的に情報収集能力が向上すると言えそうだ。これは F-35A ライトニング2が新世代である第5世代戦闘機として卓越した光学センサーシステムを実装しているためで、機体先端下部の赤外線暗視カメラを通じて鮮明な画像データなどの入手が可能とされている。この赤外線暗視カメラは EOTS と呼称されており、これに加えて機体の6カ所にも赤外線カメラを備え、そのデータを一元化する EODAS によって、上下左右の機体の全周囲を専用ディスプレイで視認可能だ。これは、操縦者が自身の真下に当たる部分すら、まるで透視したかのように、仮想で目視できる革新的な機能であり、F-35A ライトニング2には死角が存在しないと言われる電子の目を実現している。これらの EOTS や EODAS は開発元であるアメリカのロッキード・マーチン社が戦闘機としての F-35A ライトニング2を自らゲームチェンジャーと称するほどであり、目視が厳しい状況下での運用も、これまでの常識を覆すだろう。ただ、こうした F-35A ライトニング2の有用性は戦闘機としての
任務だけではなく、今後航空自衛隊の主力となることによって非常に有用な偵察機能を持つ機体として活用することも可能とみられている。これは特に事前災害が多い日本の国情に即した機能となることが期待されており、そうした事態に際して出動した F-35A ライトニング2が迅速に被害の状況などを収集する用途に対応するという見方だ。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、戦後初の大規模災害の中で前例や、法的根拠がないため、自衛隊への出動要請が出されず、陸上自衛隊の任意の行動で被害状況が撮影されるに止まった。こうした経緯の後、震度5弱より大きな地震の際には自衛隊独自の判断に基づいた出動が許されることになり、以後の2011年の東日本大震災や2016年の熊本の地震では、自衛隊航空機の迅速な出動が実施された。ただ、この熊本の地震では、通常のスクランブル用の F-2 戦闘機が最初に出動したものの、同機には赤外線クラシカメラなどは装備されておらず、かつ夜間の発生だったこともあり、目視可能な確認のみだったと思われる。それでも現場の状況の迅速な把握には、たとえ操縦者の視界に頼るのみの出動でも貴重な活動とも言えそうで、むしろ夜間の方が火災や停電などの発生箇所を把握しやすかったのかもしれない。日本の F-35 ライトニング2戦闘機をめぐる報道としては、2020年7月に入り、追加で発注した1機あたりの周辺費用まで含んだ導入コストが、約240億円にも相当するとして、その高額さを批判する論調が多い。これは多分にこれまで公表されてきた F-35 ライトニング2の機体本体の価格が A タイプか B タイプ、彼の違いはあれどおよそ1機120億円前後とされてきたことや、周辺費用まで含めると上昇したように映るからだろう。ただし日本は通常滑走路使用の A 型については、国内での最終組み立てを実施する方向に戻ったことから、単体での価格も当初の想定よりは高額になるとも予想されている。調達数にも左右されるとはいえ、近年のアメリカやヨーロッパ製の 4.5 世代戦闘機の1機あたりの周辺費用込みのコストは、おおよそ機体価格の倍程度には達することから、 F-35 ライトニング2が特別高額とは言い切れないだろう。かつては世界的に見ても当時の最高性能の F-15J を200機以上も航空自衛隊が保有することには、主に左側の陣営からの日本の軍事大国化を批判する論説が多数を占めてきた時期もあった。結果的には、その当時はアジアでの航空戦力は日本が最も強大な時期も確かにあったが、今や中国軍の戦力に対し日本は
数で挽回することは、困難なほどの状況に陥っているのが現状だ。